楽しかったよ、ありがとう。ちょっと間違える？私さ、なんかオンライン話し会とか楽しくて、すぐなんか短い話、短い時間にギュッといろんなことを詰めたいと思ったら、なんか焦ってしまう。逆にオンラインお話し会、最近イヤーカフにハマってる。イヤーカフ、プレゼント1枚だったからすぐバイバイだった。うん、ハッピーバースデー。かかったな、10かかっちゃう。ほんまにありがとう。かかったな、みおさんからもあった。私がね、リハーサルの時にね、あの顔汗っぷしてリハーサルの時間とかさ、なんていうん、顔がむくんどったりさ、顔がまだ起きてなかったりさ、笑顔がさ変な笑顔になったりするけどね、リハーサル中にねこうやってやってる。こういう顔、こうやってこういう顔しながら全力で踊ってる。全力で踊って、全力で踊ってる。リハーサルはなんかいっぱい踊ってかんと本番にできんくなる。リハーサル、顔の体操、他の笑顔、涙もと笑顔風を待とう、この岬でもう少しで春が来るはず、青い海に星が跳ねて。緊張をほぐす方法って何かありますか？緊張をほぐす方法、みんなが緊張をほぐす方法何かありますか？酒を飲む。でもそれはなんかちょっと実践できないですね。私、深呼吸、音楽を聴く、拳に人、あ、手のひらに人、深呼吸、顔に人、
緊張を楽しむ、いいね。なんか STU のメンバーはね、めっちゃね背中叩き合うんよ、こうバシンバシン言って。でなんか前はなんか背中を叩いてもらってたんよ。だけどなんかのね、衣装の時になんかちょうどその叩いてもらったところになんか衣装のなんかボタンみたいなのがあって、痛くて、それがすごくなんかそれがすごい印象に残ってて、あ、もう私叩いてもらうのやめようと思って、それからなんか「よく叩いて」って言われるんよ。私叩くの上手、結構こう「パーン」言って叩くの上手、結構叩くの上手なんだけど、やめたい。それでね、いや、上手とかあるんよマジで。あ、待って、そういえばね、私ね、あのね、STU48 の初めまして、 STU48 です、瀬戸内奈々県ツアーがあったんですけど、その時にSTU、 私一回広島で出演させていただいたんですよ。その時にサッシーとなーちゃんがいて、サッシーの背中届きました。私なんか STU の儀式みたいで、 STU の儀式みたいなのがあって、 STU みんな叩き出して、サッシーが目の前で「何事?STU でそういうことがあるのね」みたいな感じで「え、じゃあ私も」って言って「ここは叩いて」って言って叩いたよ。でなんか普通のメンバーだったらなんかこう優しく叩く、で私思いっきり叩いてバーンって、なんかすごい笑ってた、サッシー。バーンって叩いたの、マジで。あ、もう遠慮なく言ったよ。うん、今もまだ手のひらの跡ついてるかもしれん。俺が謝って、ないか、さすがにないか。なわけないか。ココア選んだのもサシだからしょうがない。確かに。ただ叩いてって言った相手が私だけ。戦いたい。うちでもね、叩いて緊張ほぐしてあげる、みんなの。で、ほんまによくメンバー頼まれるんよ、マジで。私叩いてってよく言われるよ、本当に。これ嘘じゃないけ。嘘だと思ってる人いるでしょ。なんかしっぺデコピンババチョップおまけにビンタ往復ビンタ、なんかあるよね、知ってる、あの、え、知ってる、このゲーム、ただ痛い痛いゲーム、ただ痛いゲーム、え、また知らん、これローカルゲーム、あの、サシャグージャンキーホイってやって、しっぺペデコピンババチョップおまけにビンタ往復ビンタなんたかかんなんとかかんとかかんたらトンみたいな、そういうトントコトントントコトントンみたいな、そういう系のね、なんか
なんかそう、ただ痛い痛いゲーム、これ何なんだろうね、これ誰考えたマジで。すごいよね、なんかそのえ、ババさん考えたん、ババさん誰、知らないっす、新潟、いや、いけ新潟の人は知りませんみたいな、やめて、何が面白い、ちょっと分からんのよ、それが。でも小さい頃はやるんよ。あ、罰ゲームの時か、ひとりもんが負けよ、じゃんほじゃんけんでほい、そうよ、ひとりもんが負けよ、じゃんけんでほい、言うて巨人のピッチャーがし考えたんですか、元巨人のピッチャーが考えたんですか、しっぺーでこぴんババチョップ言うて、いつもが負けよう、じゃんけんでぽい、なんか私の知りたいことないですか、皆さん。私のことについて知った、あ、私のことについて知りたいことないですか。香水使う、使う、あのね、誕生日に買ってもらった、去年のばあちゃんに、去年の誕生日から使ってる。足のサイズは 23.5 で、香水、あ、香水知りたい、ちょっと取ってきてこようか。そしたらさ、もう今さ、こうやってコロナで会えん時間でもさ、香水屋さんに行ってさ、その香水をさ見たら、あ、匂い嗅いだら私と会った、実質会ったってことになるじゃん。欲しい？香水のせいだよ言って、別に君を求めてないけど言って、はい、え、あ、見たい、私の香水、え、ちょっと待って、これあの箱もある、なんかずっとこれを使いよるね、ずっとこれを使い続けよる。私のあのばあちゃんに買ってもらったんよね、これです、じゃん、私が使ってる香水、これ、あ、さ、去年からだっけ、でも結構もう半分ぐらい使った、いいペースじゃない、ちょ、11月28日ぐらいにはもうなくなりそう。そう、この香水、コーチ、コーチ、アドールチアンドガパーナじゃないよ、コーチのやつです、これを買ってもらって、そう、ばあちゃんに買ってもらって、ばあちゃんと一緒に選んだんよね、この匂いが好きだった、うん、自分では買えんかったっけ、ばあちゃんに買ってもらった、いい匂い、食リポ、なんかね、これはね、結構ね、甘めのね、でもなんかちょっとフローラル、フローシュ、フレッシュなんていうの、でも匂いすぐわかる、いや、ばあちゃんの代わりでね、こうやって、もし私のあの香水屋さんに行って、みんなが私の、あ、香水屋さんに行ってこの香水あったらちゃんと匂い嗅いでくださいね、これ私がいつもつけてる匂いなんだ言って、自分ではちょっと買えない、値段はね、ちょっと高いんで、高いよね、私高い、高いと思ってる自分で、じゃあみんなは、みんなが買わんでもいいよ、
みんなが勝ったらですちょっとこれめっちゃ売れちゃう勝ってた、そう試供品の時にちょっとこれを買い、自分の香水とか買ってる人がこれを買いて、なんていう、あ、これコカの匂いなんだって言って私を近くに感じてみてください。君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。うん、これ結構もうちょうどいいペースで使ってる、1年を通して。待って、この奥から見える私すごくない？なんか加工したみたいになってる。ちょっとスクショして。ねえ、これ私の顔すごいから今、え、見て、どう思うこれ。ねえねえねえ見て、私見てるよ、みんなの顔、目がめっちゃ加工してるみたいになってるんだけど。待って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 見て見て見て、子供じゃない面白い、楽しい。小学生違うっけ。あ、あ、落ちそう落ちそう。これ香水いい匂い。他に私に知りたいことないですか？私の知りたいこと、シャンプー、シャンプーなんなんじゃろ。え、かさ、え、なんだったっけ、シャンプー、私が使ってるシャンプーえ、わからん、何を使っとんだろう、お母さん、マジ。何使ったの、お母さん。うん、何なんだろう、何を使ったんだろう、お母さん。え、母さんはマシェリー、それ昔じゃけ、昔母さんが使っとったシャンプーがマシ。え、今使ってない気が。なんかピンク色のね、なんかね、なんだ、どんな感じだったっけ、なんか。母さん。母さんいるかな。母さん見てないかな。いや、見てないか。なんか D から始まるね、シャンプーだったよ、ピンクの。ここから「スカルプ D で声に優しく」違うけん、もう違うけん。さあ立ち上がれ髪の毛たちよ、スカルプ D で頭皮に優しく言って。違うっけ、マジでめっちゃ覚えやすい、あの CM。 やべ、 CM の人ってすごいよ、ほんまに全部ね覚えちゃうんよ、マジで。え、何その、なんかその字、ディアン、ディアンみたいな、ダイアンみたいな、ダイニ、ダイネみたいな、その字だった気がする。シャンプーは分からんけど、なんかね四角いんよね、四角くてね、四角い。チャンメンも覚えた、長崎チャンメン。私が使ってるシャンプー分からんですね、自分が何使ってるんだ分からんよ。気になるで仕方がないわ。他に知りたいことありますか？
私に知りたいこと。歯磨き粉はプレミアみたいなやつP から始まる確か。生まれて一番最初、何ですか、生まれて一番最初に発した言葉、いや分からん、なんて言ったん私覚えてないよ、さすがに16年前のこと。待ってよ、考えてみるわ。多分ね、おぎゃーとかだったと思うよ。なんかおぎゃーとかぎゃーとかだったと思うよ多分ね。100m 差何秒で走るだろう。え、 100m 差何秒で走るだろう。遅い遅い遅い、めっちゃ遅い。 100m 差50m 走今年こけたんですけど、こけて 9.5 秒だった気がする。言ったよね、なんかすごいな、すごい悲しかった。なんか走り直しみたいになかったんや。こけたんです。よーいドーンってやったんだけど、じゃあ言い訳じゃない、マジこけたんやんこれほんまに。で走ったよ、そして走って、なんかめっちゃ足疲れた、めっちゃ疲れて足がね動かんくなったよ。あのなんていうの、あの動くよ、動かんくなったって、動くよ、動くけど動かんくなったみたいな感じ。動かんくなって走って、したらこけて、なんか言い訳じゃないよ。で 9.5 秒になりました。でもこけんくても多分 9.5 秒。寝てる時にどんな体勢で寝てる？え、私はなんかあのね、なんかあのめっちゃこれ聞いて、だんだん気を上げへん。やばい、あの大丈夫なってる。もうやばい。タワー？タワー届いた？これタワーじゃない？タワー？これ、トンちゃん、タワー、もしやタワーじゃないですかこれ。さあ立ち上がれ。あ、タワーじゃないんこれ、タワーかと思った。待って、私の寝る体勢、体勢、寝る体勢めっちゃ決まっとる。あのね、まあ、これはなんか日によって右向きか左向きか変えるんですけど、なんかあれやっぱり体のバランスを保つために、肩こりとかなんか背中の曲がりとかそういうの保つために、分からんけどそういうの考えてないかもしれんけど、あのなんかこうなんて言ったらいいの、ちっちゃくなって寝る結構私。なんかこう体操座りの、なんか体操座りのもうちょっと伸ばした、体操座りをこう伸ばした感じ。そうちょっと丸まりすぎんけど、それは猫背になっちゃうかなと思って、こうこうこうじゃなくて、なんかこれのなんかちょっと姿勢いいバージョン。赤ちゃん、あ、お腹の中の赤ちゃんがお腹の中にいる体勢って感じ。でそれで猫背じゃない感じ。めっちゃいい、めっちゃいいよ、めっちゃ寝やすいってか、なんかそしたらなんか安心してすぐ眠れるよ。あ、抱き枕使ってる。あのね、抱き枕は
あそこなんていうん、その抱き枕は結構その丸まってる足と足の間に入れてる。めっちゃ暖かい抱き枕てか暑い。朝になったら抱き枕してないっていうオチでもね、あのね聞いて、抱き枕朝になったら、朝になったら絶対抱き枕抱っこしてないどっか言ってるんだけど、あの私システムベッドみたいになってて、部屋で下がなんか勉強机で上がなんか寝るところみたいになってるんよ。で抱き枕して抱き枕があのその2階の2段ベッドの2階から落ちたら絶対取りに行く。寝ぼけても取りに行く。それが夢なのか本当にあったか分からないけど毎回取りに行くの。夢なのかな、いや絶対起きてたんだけどな、取りに行ってるんだよね。てけん多分抱き枕あってほしいんだと思う。上に執念執念。ないと不安ないよ。最近ハマってることは何？最近ハマってることはやっぱりあの髪の毛をなんかこう両耳かけるのにハマってるくない？どう私どう思う？なったんやけど、うぎゃーうぎょーうでやーうぎゃー上がるくなったよ。待って、今めっちゃ汗かいた。今の瞬間怖かったんだけど、なんか心霊現象かと思った。え、今日日曜日？待って早い。日曜日。え、理想の男性像。そういうのはまだないかな。全然分かってない男性のこと。でもなんかなんか信頼できる関係がいいかな。なんかあの皆さんの皆さんみたいになんかこうお互いを信頼できる関係がいいかな。どう思う？お寿司満員じゃん。お寿司いいね。そう、信頼関係、うん、信頼関係大事。待って、じゃあ私がみんなの明日の夜ご飯考えてあげるわ。皆さんの明日の夜ご飯は、そう言われたらめっちゃなんか
あれなっちゃう。あ、明日の皆さんの夜ご飯はこれで決まりです。パスタ。明日皆さんはパスタを食べます。どう？よくない？あ、そういう気分じゃない。コンビニでもなんでもいい。ナポリタンでもなんでもいい。でもいいんですよ。でパスタってさ、なんかいろんなのがあるよね。じゃあ分かった、パスタの種類いっぱい書いていくわ。パスタ、まずミートパスタ、カルボナーラ、たらこ、あと何が好き、ラビオリ、ボロネーゼ、ペペロン、ペペロンチーノいいよね。食べたことないけど。食べず嫌い。ナポリタンいいね。アラビナータ、あ、確かに和風きのこ、え、マジ何でもあるもんね。なんかジョリパとか行ってみたらもうほんまにやばいもんね。こんなにあって決めれんやんってなるき。アラビナートって何？ジュノベーゼって何？ちょっと待って、全然わかんない。サーモンクリーム、母さん毎回それ。ね、イカスミパスタってどんな味がするの？気になる。食べたことないけ。今ね、この短時間だけでもこれだよ。あ、これあみだくじ。あみだくじ、いや、パスタぐらい選ばせてあげたい、みんなにメニュー何を食べるか。じゃあ、あの、ただあみだくじがしたいがためにあみだくじしていきたいと思います。じゃん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 。あみだくじ好きよ、私小さい頃あみだくじのやり方しながらピーポーピーポー言うときはピーポー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 。私小さい頃あみだくじのやり方知らんくって、初めてあみだくじのやり方を知ったときはちょっと嬉しかった。それでは皆さん、どこがいいですか？まずじゃあ、まずってじゃあ一個だけしかね、決めんけど、ちょっとアミダクジの線引きすぎた。多いよ。はい、じゃあ私が選んでいきたいと思います。じゃあ、こういう時はね、迷わず一番、あ、投票する？いや、投票でもね、多すぎるんよ、これ。じゃあ、私が一番左にしたいと思います。こういう時はね、迷わず端っこがいいんです。いいですか？いきますよ。じゃあ、あみだくじしていきますね。ちょっと不正ないようにみんなに見えるようにあみだくじするけ、いきます。せーの、ちょっ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 
ちゃ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 、うわめっちゃここら辺やったのにめっちゃ意味なかった、もうすぐ終わった。カルボナーラで決定です。最悪で、ここにここが一番ね、もう多分盛り上がったんよ。でもここのね1234567、もうすぐ着いた、もうすぐゴールどうしたん、もうなんでここ選んだんだし。でここが気になる、ここら辺が気になるよって、位置とここら辺で、ここら辺使わずにさ終わったらちょっと悲しい、めっちゃここら辺めっちゃ線入れてめっちゃ頑張ったのにさいい、真ん中らへん試してみていい？ここらへんめっちゃ頑張ったところ一番使ってないいやこれ通りに全然いいけどね、みんな。ただ今カルボナーラっていう結果が出ただけで本当に食べなくていいけど、よし、じゃあなあちゃんってことで一番、あ、左から7番目のをしたいと思います。1234567、はい、これですね、7番目、これをしていきたいと思います。いきます、ちゃん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 、おお回ってちゃん、サーモンクリームパスタで決定です。ちゃん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 、サーモンクリームパスタで決定です。嬉しい、できて嬉しい。母さんはジュリパに行ったら絶対このサーモンクリームパスタを食べてる。何のコーナーこれ？明日のみんなの夜ご飯を決めるっていうコーナー。でもなんかお母さんってすごいんだよ、だからご飯のこと考えなきゃいけない。じゃあ今日の夜ご飯何しようって毎日考えてるのすごい大変じゃない？だってさ、結局さ、子供とか大人、子供とか夫とかに聞いてもさ、今日の夜ご飯何でもいい？あ、今日の夜ご飯何がいい？どういう気がいい？え、何でもいいよっていう答えが返ってくるじゃん、結局ね。何でもいいよって言って嫌いなもの出したら、え、なんで今日のご飯これなん？ってなるし待って、めっちゃなんか今なんかもう全家庭、なんかいろんな全国の皆さんの家をなんか再現したと思うんだけど、どう？ちょっとマジこんな感じじゃない？わかる？こんな感じじゃない？なんか母さんの声、今日のご飯何がいい？え、別に何でもいいよ。あ、ほんまに？わかった、じゃあ何でもいいね、 OK。って言って、私の嫌いな、え、梅とか作って、はい、今日の夜ご飯これ。え、なんで？私梅嫌いなんだけど。あんた、なんでも言ってたやそういうことよねいや、マジでこういうこと、なんでもよくないやん、結局みたいになるやん、すごいよね。お母さんとか大変だよ、マジで。いつもありがとうって思うんだよ。再現ドラマうまい、ありがとう嬉しい、ありがとうございます。何が知らん間に落ちた？え、待って、もう9時半、早い、やばい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 。で、今日は1日3回も配信できまして幸せだった。なんかいっぱいショールームしてる。あっという間に時間が過ぎたな。ということでこれを読んでいきたいと思います。じゃん、光が当たった、OK、はい、ST48 フェイスシングル、ちょっと待って、こういうなんか指示棒が欲しい、
あったらかっこいい。じゃんじゃん。 ST48 ヒュースシングルカップリング曲ファンが決めちゃいます。この投票が今行われております。投票期間は9月3日から9月30日のこの1ヶ月間となっておりまして、今はですね、今9月13日ちょうど半分ぐらいなんですけれども、 STU の全員40何人44名から7人だけ選ばれて、この STU48 の6th シングルのカップリング曲のメンバーが7人だけ選ばれます。初回限定版の応募券をハガキに貼って送るとそれが1票となります。そしてモバイル会員で1人1票ができますですね。そしてはい、私はですね頑張りたいということでこんなものを考えました。ハッシュタグカイコカオユニット選抜生となっております。ありがとうございます。はい、この期間が始まった時期はですね、私がそこユニットに入りたい理由、結構なん例えばこうあのなんだってこうずっとね、結構なんかネガティブなこと考え続けたりしてたんですけど、この半分ぐらい経ったけどね、みんなのおかげでね強く、だんだん強く成長してなっております。あ、私がこのユニットに入りたい理由は、例えば、こう例えばこう、そうです、セカンドシングルの頃からずっとあのファーストシングルは選抜メンバーに入ることはできなかったんですけど、あのセカンドシングルは皆さんのおかげで初めて表題曲選抜メンバー入りして、それからずっと選抜入りさせていただいてるんですけど、そう最近はすごいで、まあ、それをなんかこう自分がもうものにできてるかそれはもう分かんないんですけど、ファンの方にずっと支えてもらいながら今のままずっとやってきたんだけど、こう思い出せる恋をしようとかはすごいあの前にいるんですけど、なんかなんて言ってんだろう、なんでコカがそこにいるのってなっちゃう、じゃないですか。やっぱりこうもっと後ろにはもう魅力的なメンバーがたくさんいて、今年は人気だったり可愛かったり、あの自分の特技があったり、こう自分がこう秀でるものがあったり、こうなんだろう、私の場所、私が今いる場所よりもっとふさわしいメンバーがたくさんいるはずなんですよ。でもなんかそういう意見もあるだろうし、そういう声も聞くっていうか、なんかあるし、そうなんです。だからそれを吹き飛ばすぐらい、あの私がこの今のポジションでここで頑張っていいんだって、この私ここにいなきゃいけない理由をなんか作ろうと思って、この7人に選ばれることでこうみんなが納得する、ココアがここで歌って踊ってあのこうなんだろうか、なんだろう、立ち位置でおあのアイドルするこのポジションの理由とか存在の証明とか、そういうのをこのユニットでやっぱり作りたいなっていうのを思ってますっていうのはね、これでそう結果が欲しいんで、そう結果が欲しい、証明したい、結構期待、あのファンの皆さんもすごい私のこれからとかなんかいろんなこと将来のこととかもすごい期待してくれてて、それをなんかこう全然答えれてないかな、答えれてなくてなんか答えれてないかな、なんかこうその結果にして答えれてなくて、だからこう実際
今ある精一杯の全力の私の力とファンの皆さんの力とすごいなんか覚悟して結構今回は頑張ってますね。でも最初はほんまにネガティブなことしか考えてなかったんです。あ、なんかもうできなかったらどうしようとか、あ、結構私のポジションここじゃなかったとか、なんかそういう悪いことばっかり考えてたんですけど、でもなんかこういう期間、この期間でなんかいろんなファンの皆さんからの声を聞いてると、なんかこうなんか一人じゃないんだと思ったり、なんかこう自分で全部背負い続けてたものをなんかみんなでこう分けてる感じがして、なんかすごい嬉しい気持ちになったし、でも逆に私がこうずっと元気で続けて、こうポジティブに前向きな言葉を発信し続けて笑顔でいなきゃみんなはついてきてくれないんじゃないかなと思って、ついてきてくないんじゃないかなと思って、まあ、まあ、なんだろう、不安でなんかまあこうなんだろう、どうしようとか、なんか押しつぶされそうになることもあるけど、まあなんかそういうところをなんかみんなに見せちゃうってこう心配になっちゃうし、みんなが私が泣いちゃうとだってみんなもなんか泣いちゃうし、私が笑顔になるとみんな笑顔になってくれるし、だから私はなんかこうなんだろう、まあファンの皆さんはどんな私でも受け止めてくれるんです。もう大好きです、そういうところ、ありがとう本当に。でもなんかこうみんな私についてきてください、こう頑張るんで全力で。今日も3回ショールームしたけど、なんかどれもなんかこんないつも変なチャランポランな私はなんか見せてごめんけど、なんか朝昼夜でもうなんか自分の好きなタイミングで見てくれたらいいし、さ、いつでも私受け止めてくれるの、受け止めてあげるので、皆さん私のこと受け止めてくださいってことで、私についてきてくださいね皆さん。前じゃなくて、いて、下じゃなくて、上を見るぞ。あいあいお、あいあいお、あいあいお。頑張りましょう。こんな感じで頑張ります。最後にしんちゃんのモノマネかと思った。違うけ。頑張りましょう。頑張るけ。よろしくお願いします。今日はお話ありがとう。あと3分、ちょっとランキング読みたいと思います。13位かきひろさん、12位ゆきはやさん、11位マットさん、10位チャーミーさん、9位ノッシーさん、8位ハイキューさん、6位7位ダンスさん、5位フジ、違う9位ノッシーさん、8位ハイキューさん、9位ノッシーさんいた、9位ノッシーさん、8位ハイキューさん、7位ダンスさん、6位フジアンさん、5位トンちゃんさん、4位オックンさん、3位ライリーさん、2位フクスちゃんさん、1位はゆきだるさんです。ありがとうございます。ハッピーバースデー、いつもありがとうございます。ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。皆さんしっかり休んでください。充実した日曜日ありがとう。しっかり今日のね、私の思いも伝えれたし、ここに応募券はいっぱいあるし、ルルルラー、まだ晴れてない、書いてるけど晴れてない、頑張りましょう。えいえいお、それではおやすみなさい。ありがとうございました。メール送ります。また明日も頑張ろうね、月曜日から。